ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション、ディノクライシス、プレイ再開していきますね。それではね、クレーンカードが3枚揃ったので、こちらの操作が可能になりますね。早速、操作して、死体調べましょう。クレーンで溶かしたコンテナの先に、死体があるので、その死体が、おそらく DDK を持ってるんだよね。どうすればいい？これは。以前のクレーンの謎解きと同じような感じだね。なんでわざわざこんな七面倒くさいのにするのかわかんないんだけど、どのコンテナ動かせば死体までたどり着けるかな。このちょうどいい具合に、今クレーンがあるところから一個上か一個左のコンテナ動かしたいんだけど、ちょうどね、それに当たるやつがないね。右にとかさ、上3とかそんなのばっかりで、左2とかね。上1、左1っていうこのカードがないのが鬱陶しいわ。で、俺はどこを動かしていけばいいんだ？これ、クローン、ひっつかんだまんまの状態にしておいても大丈夫なのかな？このまま向かってみよう。
ぐるりと回り込んでいけば死体の方までたどり着けるようにはしたつもり。よし、 DDK 入力ディスク W ね。わあすごいなこれ、下半身が完全におさらばしてるんだけど。 W が揃った。そして続いて、このシャッターの向こうもまだ未探索のところがあるよね。もう一回覗いてみる。起きてる。くっそ、回復アイテムなくなるかもしんねえなこれ。完全回復剤か。倒しておくかここは。あ、だけど麻酔弾があるから。セキュリティ A の扉か。ここも A だ。いけない。ここは？何もないけど。フラグとかないの？ここに。あったわ。3本になった。弾薬と交換しようかな。あ、プラグたくさんある！これは嬉しい。グレネード弾。何もないように見えて結構物あったな。これは嬉しいぜ。よかったよかった。あ、シャッターの向こう側からハンドガンから何かで封鎖できたな。あ、もう来てる！麻酔弾あんまり強くないな。本当に一時しのぎ程度にしかならない。麻酔弾強でも。弾薬ボックス開けとこうか。結構宝の山だね。じゃあ麻酔弾今日1個入れといて、グレネード弾出していこう。これでいいわ。セーブはいい。これでセキュリティレベル A のカードを取らないと、今の周辺の探索はもうできないから、またこちら側に戻りますね。DDKW という収穫があったね。うわ、ここ何回も通りそうだよね。倒し方か。シャッターなかったっけ。シャッターの向こう側からなら封鎖できるんだけど、シャッターないね。あ、DDK の扉なかったっけ？今の休憩室。あ、ここ W だ。じゃあ解いていこう。2、3、4、6、7、8、9。今までの DDK のパターンと同じような感じで、2行目、3行目、4行目とか、2列目、3列目、4列目か。行じゃないな。を省いて計算すればいいのかな、これ。それとも、アルファベットの2番目、3番目、4番目とか、そういう感じか。とりあえずやってみるわ。はい、ウォーターウェイでいいのかな？水路っていうことかな、多分。英語に明るくないから分かんないんだけども。入湯者管理室。あ、セーブポイントだね。ここはどんな部屋？先行けるのかな？扉赤くなってるね。ロックされている。
地図上では赤くなってるから鍵かかってるっていうことなんだろうけど、その厳重なロックを解除することができるのかな。うわあ、無事ですか。プラグください。プラグを持って息絶えてるのって、レジーナ、It looks like this door leads to the port. It'll take a while before I can pop this open. You copy, Mike? I found the key to the port, but I got a lizard riding on my tail. I'm heading to the main elevator right now. I'll meet it at the ground level. Hurry! Huh, sounds like we're not the only ones having problems.I'm glad you're amused. But if that guy gets eaten, we're going to have to retrieve the key from that dinosaur's stomach. You've got to save him. エレベーターのところに戻れってことか。そういうんだったら仕方ないけど、これ何？地下に外気人物。あ、この番号入れればいいのか。0392にキーチップ使えるところあったよね。ただまずはエレベーターのやつを助けに行かないと。一回セーブしておこう。なんか意外とストーリー長いよね。もう少し短かったような記憶があるんだけど、結構長かったわ。また敵いるところ戻らないといけないの。あ、いる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 。倒すか。倒れて。よし。もう一体いなかったっけ。よく使う通路のところを倒しておく。痛い。死ぬ死ぬ死ぬ。ふ、出血はしてないし、なんとか命からがら助かったって感じか。通路は本当に積極的に倒しておかないといけないな。自利品になっちゃうわ。助けに来たぜ。こっちが助けてほしいけど。うん。え？ちょっと嫌な展開、嫌な展開が予想されるんだけど。まあ、やはり君か。助けを求めていたのは君だってか。あ、倒したか。どう考えても自爆しただけだけど、しまっちゃったんだけど。すげえ、記念撮影したいわ。入れる？ドアを開く動力を供給する電源が落ちているため作動しない。ちょっと待って。修理はできそうにない。じゃあこのバッテリーを取って、予備電源室みたいなところで使えばいいのかな。こっちだよね。こっちで使えばいいってことか。赤、青、緑、白の順番でプラグを入れると。あれ？あった。
はい、できました。それではレバー入れよっか。これでエレベーター開くよね。開いてくれないと困る。まあだがしかし扉が閉まる瞬間、物言わぬ屍が見えたのは、いたいたいた、驚かしやがって、消えたのかと思ったわ。私の見間違いではあるまい。もはや、袋となっている。ああ、もう凄惨すぎる。だけど T-Rex に襲われてるのによくその程度の損害度合いで済んだな、お前。入校用カードキーね。ありがたくいただくぜ。ああ。何人もいる。DDK ディスク D。君は何か持ってないの？フラグ。3人だけか。よし、必要なものは手に入れた。骨は拾ってやれないけど。今にも起きてきそうなんだけど。こちらの部屋の回復ボックスからアイテム回収しとこう。あ、弾薬ボックスだね、赤色だから。じゃあちょっとカットするね。はい、それでは先に進みましょうか。一回セーブしておきます。いろいろアイテム手に入れたね。失われた命は大きかったけど、この人絶対まだ死んでないでしょ。あの目に光が宿ってるから、殺気を帯びてるから、今のうちに距離開けておこう。レーザーシャッターをリックが開けていてくれてるから、行ける範囲増えてるはずなんだわ、こちら側も。いろいろ探索しておきたいね。で、今手に入れたアイテムが、DDK の S と D か。まだピースが足りないね。では引き続き全ての部屋を探索しようか。中央階段前通路ね。ここまだ敵、あ、いるね。音するわ。倒しとこ。やばい、まずい、やめて、死ぬ死ぬ死ぬ、やっべ、危なかった。倒したな。あれ、ああいけるいける。 A のカードキー持ってないんだよな。プラグ回復アイテムと武器か。あ、緑のボックス最近ご無沙汰だったからこっち開けとこう。プラグ1個で開くんなら安いもんだわ。ちょっとやっぱり取り回しよくないな。インベントリー関連の。もう一回ちょっとアイテム整理します。カットしますね。はい、では行きましょう。セキュリティカード A が欲しいな。それを目標に進んでいこう。こっちなんだっけ？セーブポイントか。DDK がないから、
数分こう渡った先の扉が一個点滅してるね。行けるところが増えてる。レーザーシャッターがあって行けなかったところだね。レーザーシャッター解除してくれてるから進めるようになってるね。まだ先どんどん広がってんのかな。ここ敵倒してなかったはずだわ。よし、回復素材持てません。あ、 C のカードキーで開くんだ。そうだね、レーザーシャッター使ったから、ここはハンドガンで。もう弾ないのこれで。あ、ないね。そしたらショットガン使うか。倒しとく。SG 弾の威力やっぱり心もとないな。倒した。弾を使うことによって取れるようになりましたね。早速調合しようか。素材だけで持ってても意味ないからね。ではこちらの扉に入っていきますよ。スタビライザー実験室。いる？ただここは DDK のディスク D。 これはフラグ。なんだろうこれ。なんかあったよね。なんかあったわ。忘れちゃった。あ、いた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 。あ、 A か。ちょっと待てよ。あ、出てきた。動き早いのかな、普通の緑色のやつに比べて。まだ追いかけてくんの。これになんか書いてなかったっけ。バスナンバーがどうか。あれ？バスイート当てたでしょ。なんで聞いてないの。設計ディスクっていうやつがないんだよな。DDK のディスク D2 つ揃ったね。これどこだっけ。マップに表示されてる。
そういえばキーチップ入手していたね。0392。え？あ、2個いるってことか。で、キーチップのデータを書き換えますか。はい。またこれかい。これでいいんじゃね。で、何ができんの。書き換えたチップキーチップね、オースロットから取り出した。はい。え、これ何できるの。書き換えたからって何。詰まったなこれ、どうしよう。あ、パソコン使える。 ID カードのデータ書き換え装置。けど研究員の番号いるでしょ。 ID カードで、登録番号がない。通過者がまとめられている。その資料を見ればわかるんじゃねえの。ちょっと詰まったな今。少し詰まったわ。今回そしたらこの辺で終了にして、何か進展あったところから再開にしよう。ではありがとうございました。